はい、皆さんこんにちは。今日はですね、浄土真宗の住職さんが日蓮宗宗に入信と、この方はね、本を何冊か出しておられますが、私も電話で何回か実際にね、お会いしたことはないんですが、日蓮宗宗のご信徒の中では有名な方で、吉田昇進さんという方ですね。自由の流類への道、私が念仏の僧侶を辞めて正法に入信するまでの記録という、まあ、小冊子があるんですけどね。この恐ろしいですね。熱心にこの南無阿弥陀仏を唱えてた人とか、この方はね、まあ、たまたま浄土真宗の住職さんだったんですけども、私知ってますよ、身延の日蓮宗をね、一生懸命やっておった人が死んだ時のね、ことなのもね、まあ、実際にその思想を見てはいないんですけどね、ある人から話を聞いて、全く言った字ですね、ちょっと読んでみますね。また僧侶として一番つらかったのは、亡くなられた直後に唱える枕経でしたと。亡くなった方の行僧を拝見し、日蓮大聖人様の御所にあるような無間地獄を具現するような悲痛な姿に涙を流したことも多くありました。背中は曲がり、顔は苦しみのあまり拝見できないほどのお姿でした。また死後硬直も多々あり、足の骨を折っておかんに入れさせていただくということも多くあったのですと。恐ろしいでしょこれ。このことはただ偶然にね、たまたまじゃないですよね。南無阿弥陀のご住職をされててですね、毎回そういう人を見てきたということですからね。今浄土宗、浄土真宗をやってる、熱心にやってる方、これお聞きになったらね、すぐさまやめてね、日蓮宗宗に帰依なさることを切に希望いたしますね。さて、その後、そのご家族、ご親族は死んだものは仕方がないというような諦めとも何とも言えない空気に包まれ、葬儀は逆に淡々と形通りに進んでいくのですが、実に周りの空気が重いのを私はひしひしと感じていました。浄土真宗の門信とはこんな場合、葬儀に集まり焼香したり念仏を唱えますが、亡くなった方のことは完全にタブーとしてですね、その話題は暗黙に噂的な情報となり、葬儀や法事の場では何も話題が出ません。逆に私や私と一緒に葬儀を執行していた僧侶が、また自殺の方の葬儀だから本当に辛いですよね、というような嘆きに似た嘆きを言う程度で、葬儀が終わって、お骨が戻ってくれば普通の法事と変わらず主演の席が設けられ、そこに並ぶ僧侶や近所の方々や親族方等に家族はねぎらいの酒を振る舞われるのですと。まあこういうような話でね、これ読んでいけばちょっとキリがないんで、ここら辺でやめておきますけども、よくね、私たち日蓮宗宗の信徒が家庭訪問などで、団地とかね、行きますと、私は伝統仏教の何々宗派ですからとかね、宗旨は今更変えることがないとか、私の近所のね、おばちゃんがいるんですけれども、この人は高野山ですね、浄土宗じゃなくて真言宗ですね、
の人ももう年は確かもう80前後だと思いますけど、今更この年になって収支替えなど考えていませんとかで、よく言うんですけどね、この日本人っていうのは特にそのなんて言いますかね、収支を変えるということが非常に苦手というか、まあよく言えば自分の家族の伝統を守りつつという感じなんですけども、これはね、江戸時代に寺受け制度というのができて、幕府がですね、仏教寺院を利用してですね、まだ今の戸籍抄本ですな、を作ってですね、政治の安定を図ったと。ですから、強制的にですね、自分の、村、町の、お寺が、浄土宗だったらば浄土宗、浄土真宗だったら浄土真宗、真言宗の人は弘法大師の真言宗と、こういうふうに決まっただけでね、そんなものも執着して守る必要もないわけですね。ですから今信教は自由なんですからね、まあ本当にこういうお葬式ね、見ておかしいなと。で自分が、浄土宗の南無陀仏をやってるとかね、また南無大師遍照金剛などをやってですね、幸せじゃないなと感じたらですね、あなたのその考えが正しいんですよ。ですから、一日も早くですね、こういう収支を変えてですね、正しい日蓮召集の信仰にね、お付きになったらよろしいと思いますね。私大阪在住でございますので、いつでも大阪の方はお電話くださって結構です。また実際にねお会いしていろいろお話、あるいは私の所属する、寺院のご住職にですね、面談をされて、詳しくお聞きになったらよろしいかと思います。電話番号はね下に、書いておきますので遠慮なくお電話ください。日蓮召集以外の宗旨、あとね天理教とか PL 教団とかね、霊波の光とか幸福の科学とか、もう日本には何十万とこのインチキな信仰宗教もありますね。皆さんそれ一生懸命やってる人ね、不幸になっちゃいますよ。そういうカルトっぽいね信仰宗教やってる方は特に、昔の自分の姿今の姿を見て、ハッピーでしょうかね。そこら辺もよく考えて、いろいろな収支の方いらっしゃると思いますが、もしもたまたまこの、YouTube をご覧になった方で、そうだなと納得できる方はね、気楽にお電話いただけたら幸いです。以上です。